すごいね、14年って。そう考えたらうわー、14年もやってんのかこの間10周年終わったって感じで。まだでもあの人はいい距離感だなとは思うけどね。いや、なんか仲はもちろんなんかずっといいんだけど、変に近づきすぎてもないんだよね。プライベートはもう完全プライベートでって感じかな。でもプライベートもしょっちゅう飯食ってんでしょってイメージはすごい言われた。でもなんか確かに嵐ってプライベートでしょっちゅう会ってることなんかないね。だからよく言うのが、メンバー内でメールとか来るとドキッとする。え、なんかあったのかなとか、何の報告かなとか。だからメンバーの誰かから電話鳴ったりすると、え、なんでと思う。プライベートの時にね、ちょっとびっくりしちゃう。それみんなあんだよね。うん、なんか面白いね。なかなかないもんね、こうやってね、ずっと一緒にいるなんて。普通はありえないから、本当にこういう恵まれてますよね、本当にね。うん、14年かよ。じゃあなんだ、来年15周年。マジかいな。いやでもね、とりあえずね、15年まで健康でいたいですね、とりあえずは。いやでもね、この先もね、嵐で頑張っていきます。つかすごいね、14年って。そう考えたらうわー、14年もやってんのかこの間10周年終わったって感じで。まだでもあの人はいい距離感だなとは思うけどね。いや、なんか仲はもちろんなんかずっといいんだけど、変に近づきすぎてもないんだよね。プライベートはもう完全プライベートでって感じかな。でもプライベートもしょっちゅう飯食ってんでしょってイメージはすごい言われた。でもなんか確かに嵐ってプライベートでしょっちゅう会ってることなんかないね。だからよく言うのが、メンバー内でメールとか来るとドキッとする。え、なんかあったのかなとか、何の報告かなとか。だからメンバーの誰かから電話鳴ったりすると、え、なんでと思う。プライベートの時にね、ちょっとびっくりしちゃう。それみんなあんだよね。うん、なんか面白いね。なかなかないもんね、こうやってね、ずっと一緒にいるなんて。普通はありえないから、本当にこういう、14年もやってんのかこの間10周年終わったって感じで。まだでもあの人はいい距離感だなとは思うけどね。いや、なんか仲はもちろんなんかずっといいんだけど、変に近づきすぎてもないんだよね。プライベートはもう完全プライベートでって感じかな。でもプライベートもしょっちゅう飯食ってんでしょってイメージはすごい言われた。でもなんか確かに嵐ってプライベートでしょっちゅう会ってることなんかないね。だからよく言うのが、メンバー内でメールとか来るとドキッとする。え、なんかあったのかなとか、何の報告かなとか。だからメンバーの誰かから電話鳴ったりすると、え、なんでと思う。プライベートの時にね、ちょっとびっくりしちゃう。それみんなあんだよね。うん、なんか面白いね。なかなかないもんね、こうやってね、ずっと一緒にいるなんて。普通はありえないから、本当にこういう恵まれてますよね、本当にね。うん、14年かよ。じゃあなんだ、来年15周年。マジかいな。いやでもね、とりあえずね、15年まで健康でいたいですね、とりあえずは。いやでもね、この先もね、嵐で頑張っていきます。つかすごいね、14年って。そう考えたらうわー、14年もやってんのか
この間10周年終わったって感じで、まだでもあの人いい距離感だなとは思うけどね。いや、なんか仲はもちろんなんかずっといいんだけど、変に近づきすぎてもないんだよね。プライベートはもう完全プライベートでって感じかな。でもプライベートもしょっちゅう飯食ってんでしょってイメージはすごい言われた。でもなんか確かに嵐ってプライベートでしょっちゅう会ってることなんかないね。だからよく言うのが、メンバー内でメールとか来るとドキッとする。え、なんかあったのかなとか、何の報告かなとか。だからメンバーの誰かから電話鳴ったりすると、え、なんでと思う、プライベートの時にね。ちょっとびっくりしちゃう。それみんなあんだよね。うん、なんか面白いね。なかなかないもんね、こうやってね。ずっと一緒にいるなんて普通はありえないから、本当にこういう